はい、どうも皆さん、こんにちは、きなです。今回はですね、残り期間わずかとなっております。石をね、無料で1000個手に入れられるイベントが、もう少しで終わってしまうので、そちらのを紹介しておこうかなと思います。はい。で、まあ、お知らせとかからでも見ていただけるんですけれども、こちらのミッションですね、ドラゴンボールの強大な敵キャンペーンで石が、手に入るイベントでした。で、300個、メダルをね手に入れることによって、この強大な敵メダルってやつですね、で石が1000個まとまって手に入りますよっていう、結構ね太っ腹な、やつだったんですけれども、こちらの期限があと3日となっておりますね。はい。で、入手できる先もあと3日で、終わってしまうと思うので、まあこの機会に紹介しておこうかなと思います。またね、この強大な敵メダル300個集めてなくて、石を手に入れてないよっていう人とか、あとはですね、この強大な敵メダルって集めることによって、ここの交換所で交換できるんですよね。で、僕も交換しちゃったんですけれども、LL マルチ100枚とね、交換することもできるんで、ちょっと足りてないなっていう方も、ぜひね、一緒に見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、そのわけで、解説していきましょう。僕の知っている、現在ね、入手できる、取得方法っていうのをまとめて解説していきます。まず、こちら、チョイスバトルですね。はい。まあ、一時一回限定のステージになってしまうんですけれども、めちゃめちゃ簡単なステージでね、クリアすることができます。しかも、こういうね、なんか、おまけのアイテムみたいなのも一緒に手に入ったりしますし、一回クリアしてるんだったら、こんな感じでスキップしてもらっても、クリアしたことにできるんで、まあ、めちゃめちゃ楽ということですね。はい。まあ、強大な敵メダルだけじゃなくて、エネルギーとか、ピースとか欲しい方も絶対やっておきましょう。はい。で、あれが残り3日間ですね。やっております。で、なんかこれもね、何回かクリアすることによって、報酬もらえたはずなんで、はい。強大な敵メダル別でもらえますね。はい。6回クリアしようとか、9回クリアしようとか、いう感じで、別でもらえるんで、はい。今からでもプレイしてほしいなと思います。さあ、そして続いてこちらですね、超次元共闘。今回紹介する、イベントの中でですね、一番でっかい内容となっておりますね。このターレスの超級とか上級をクリアすることによって、まあ限定報酬、1日1回の報酬と、この毎回手に入るやつですね、で入手することができますと。で、まあこの報酬の欄に強大な敵メダル入っているんで、無限にですね、こちらの京都周回しまくることによって、強大な敵メダル入手することができます。まあ、大体落ちてるイメージですね。確定ドロップじゃないのかもしんないけど、僕が京都回って意識して見てるときは、全部落ちてるっていうぐらいの確率かな。はい。なんで、まあ、かなりドロップ率高いと思うんで、基本的にはここで300枚まで集めてもらう形になってくるかなと思いますね。で、まあ、特攻キャラクターはこんな感じとなっております。基本的にまあ、新キャラの LL とか、ウルトラ、あたりがピックアップされてるかな。で、無課金キャラについては、この前ね、貫突まで持っていけた、メタルクーラーがピックアップされているんで、ここら辺を、使ってやってもらったらなと思います。基本的にブロリーとか、クーラーとか二人で戦って、ライジングしっかり合わせたら、ワンシールドで撃破できるんで、そこまで難しくはないのかなと思っているので、はい。まあ、YouTube 見ながらとか、アニメ見ながらとかで全然回れると思います。はい。そんなところですね。とりあえず、ターレスを、基本的にはクリアしまくって、強大な敵集めてほしいなと思います。はい。あとは細かな部分ですね。ここ、ミッションにありますね。冒険イベントになります。はい。これ、もう、宇宙ヘルメットとか、なんか、そこら辺のアイテムを集めまくることによって、強大な敵メダルが何枚か手に入りますよと言った感じですね。基本的には、まあ7時間の、冒険書を毎日回してたら、マックスのメダル取れるとは思っているんで、そこら辺意識してもらえたらなと思います。はい、なんでまあ、これに関してはね、もう完全に放置でいけるんで、やっといていいんじゃないかなと思います。はい。で、チョイスバトル説明しましたし、基本的には、ここら辺だけかな、今入手できるのは。はい。だと思っているんで、ぜひともね、これ活かしてやってほしいなと思いますね。うん、やっぱターレスで、まあ、200枚とか、全くやってなかった人はね、200枚とか、300枚とか集めなくてはいけなくなってくるんですけれども、まあ、今からでもね、しっかり京都周回したら全然間に合うと思うんで、ぜひともやってほしいですね。なかなか石ね、無料で、
1000個もまとまって手に入る機会っていうのは少ないと思うんで、やってほしいなと思います。はい。で、ちょっと余談になるんですけれども、同じくですね、イベントで入手できます、こちら、スーパー17号もぜひ作っておいてほしいです。これに関しては、巨大な敵メダル手に入らないんですけれども、一応、巨大な敵のキャンペーン中にね、登場した無課金のキャラクターで、貫突まで持っていくことが最近可能となりましたね。はい。で、1日1回ステージとか全力激闘バトルとかしっかりこなしたら、今からでも、貫突に持っていきます。で、17号についてなんですけれども、めちゃめちゃね、無課金のキャラクターの中では、優秀なアビリティとか持っているんで、あとはタグも結構多いんでね、いろんなパーティーにさせると思うんで、今のうちに入手しておいてほしいですね。ピックアップにも入ってるんで、PVP で、ボーナスもらえた状態でね、戦えるんで、はい。ぜひもんでやっておいてほしいなと思います。はい。そんなところですね、今回は、巨大な敵キャンペーンのね、連動したメダルの入手方法について喋っていきました。一応、なんかね、このメダルの詳しいところでお知らせから入手方法とかは見ていただけるかなと思うんで、まあそちら辺も、一緒に合わせて見てもらったらいいんじゃないかなと思います。何かわからないことあったらコメントしてもらったら、喋ることもできると思うんでよろしくお願いします。あ、この強大な敵のガチャチケットもね、なんか冒険だったっけ忘れたけど、連動のミッションで入手できて、一応 LL とかも当たるんで引いといたらいいんじゃないかなと思いますね。今10枚残ってたかな。あ、これ残ってないけど、はい、ぜひやっといたらいいんじゃないかなと思います。そんなに難しいミッションじゃなかったはずなんで、みんなで頑張ってクリアしていきましょう。そんな感じ。さあ、ちょっと尺残ってたんで、トレーニングバトル消化していこうかなと思います。強大な敵ですね、外そう。さあ、タクゲおじさん買っていって、つえ有権基礎やけども、それはいいや。あ、出してこないんだ。めちゃめちゃスノーで助かる。オーケーオーケー、ラッキーすぎよそれ。いや、バチ嵐、マジでバチ嵐にも程があるでしょ。強すぎんだよな。麻痺つけます。さあ、ケーフはガン攻め強いんでね、攻めの環境だな。ちょ、待って、圧欲しい、圧。全部封印されてるかな。ハッピー強えな。出して。うん。まあ、さすがに龍拳じゃないわ。ライ溜まってないはずなんで。ちょ。オッケー、なんか入った。強すぎ。ちょ、面切ろ。いや、そうなるんですか。そうなるんや。マジか。唾液持ってくるわけじゃないんや。まあいいや。とどめだ。強っ。ミスった。ライください、ライ。出しとこう。136ね。面だけ切っておいて、ちょっと本気を出してあげようかな。クイック入りそうやな、めちゃめちゃ。スロー。ラッキー、強すぎ。おー、対戦ありがとうございました。てなわけで、残りのね、期間、皆さん頑張っていきましょう。お疲れ様でした。